この衣装似合うでしょ。え、七五三みたいだって意味わかんないってば滝に打たれてお祈りすると、もっとパワーが上がるって濡れて透けた僕の姿見たいだけでしょう、君。努力とか修行とか僕には必要ないって前から言ってるじゃん。 僕って天才だし、セクシーだし、ってなんで笑うのさ裾とか胸元とかから見えちゃったりする。そうそう、チラリズムだっけそういうの、君も好きでしょいったた。尻餅ついちゃったじゃん。ちょっとあーさ、お尻の泥、払ってくれる アーサーの趣味がよくわかんなくなってきちゃった。清楚なのが好きなのかと思えば、いろいろ衣装の食いつきもいいしさ。僕はどれに合わせりゃいいんだろう。なんだか下半身、変に露出してるよね。でも、こういうの君好きそうだよね。じゃあ、もうちょっとサービスしちゃうかな。